ございます。おはようございます。早いもんですね。もうね、バンコク来て1週間が経ちました。今日でバンコク最後の日です。もうね、グラブ今呼んでて、これからね、ドンムアン空港に向かいます。そしてこの間到着したとこだ、違うんだ。この間到着したのはスワンナープームかな、うん、そっからチェンマイに向かいますね、うん、はい、よいしょ。1時間くらいですかね、うん、今ね、片付けが全部終わりまして、あとはもう下に降りてグラブ待つだけですよ、うん、はい、お世話になりました、この家。よかったよ、よかったです。ちょっとね、中心地からは離れてるんですけど、まあそれはそれで移動とかでもいい経験ができたんでね、電車使ったりバス使ったり、よかったです。今度はね、チェンマイのまた高層マンションにね、住みたいと思います。あー、あたちゃん今レンズ触ったでしょ、やめてよ。届いたの、すごいね、すごいね。スダ行ってきます。レンちゃん、スリッパじゃない、あ、そうだ、サンダル入れてない、やばい、サンダル入れてない。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。よし、やっとね、いろいろ出国審査とかいろいろ終わって、でこれから搭乗ゲート向かいます。もうね、搭乗時間始まってるんで急いでますね。いろいろね、お店あって食べたいんですけど、ちょっと時間がないですね。国内線だからってね、水をいっぱい持ち込もうとしたらね、全部捨てられました。一本だけ、一本だけ覗いて捨てられました。残念です。残念です。結構ね、人がいっぱいですね。これから乗る飛行機も満席かもしれない。あ、意外と近いね。よかったよかった。トイレ来て。チェンマイ到着しました。空港です。ノックエア乗ってたんですけどね。疲れましたね。なぜかっていうと、最初離陸するときに一人の CA さんがね、抱っこ紐外しなさいって言ってきたんですよ。だから抱っこ紐外したんですけど、案の定ね、暴れてたよね。うだちゃんずっと暴れて泣いて、立ち上がったり泣いて、で明らかに危ないかったよね。大泣きだった。大泣きよ。もう一回離陸した後は抱っこ紐を使わせてくれと、うちのが安全だからって言ったらつけさせてくれて、でなぜか着陸するときはつけたままでもいいみたいになって、平和だったね。平和だった、寝てたもん、私ちゃん。いろいろありましたよ。もう超疲れた。チェンマイ、チェンマイはね、ラプンツェルのあれが、あの祭りあるとこ。ラプンツェルの祭りって何？あの火燃やしていっぱいファーってなるやつ。飛んでくやつ？飛んでくやつ。できるできる。あれはね、お願い事叶う？時期が違うんだけど、あれやるよ。あ、そうなんだ。うん、年に1回かな。お盆の時期とか。まあ似たような感じかもしれない。俺も詳しく知らんけど。他にチェンマイといえば何？ノマドワーカーがね、いっぱいいる。あ、のんびりしながら。そう。あんま観光スポットって感じじゃないよね。のんびりする。ゾウと遊べるとこでしょ？あ、ゾウと遊べるとこ。それはしたいね。ゾウと遊びたい。あ、それはしたいね。あと、いつさ、ドリアン食べるの？あ、ドリアン食べようか。勇気がいるでしょ。そう。なんかちょっとひるんでる。なんかあんまり乗り気じゃないでしょ、今の。いや、食べましょう。家に持ち帰って食べましょう。持ち帰るの？屋台のってよくない？あ、そうだ。持ち帰ってたくさんいじゃん。確かに。オーナーさんに怒られちゃう。そうだそうだ。バッタじゃない。チェンマイの空港から10分くらいのところにあるとある高層マンションに到着しました。現在ロビーにおります。
チェックイン時間までね、ちょっとしばらく時間があるんで、この近くでね、なんか飯とか食べたいなと思います。とりあえずね、非常に綺麗なマンションですね。とりあえずロビーしかまだ見てないんですけど、結構豪華です、ね、何してるの落ちるよ。でもさ、綺麗だけどさ、ところどころちょっとやっぱ汚れたり剥げたりさ、古さが出ちゃってる。なんかタイのコンドミニアムあるあるなんですけど、パッと見すごい豪華なんですけど、細かいところがね、そう、細かいところが結構雑というか剥げてたりするんだよな作りが雑なのかしら、まあ、そこはやっぱちょっとね、日本との違いなのかな、まあ、とりあえずちょっとね、ネクストアクションについてディスカッションしたいと思います。カオソイ食べたいチェンマイの泊まってるところの前の通りを歩いてるんですけどね、チェンマイは田舎、あ、ピースされてる、日本人です。あ、日本語お上手ですね。よろしく。トゥクトゥクのおじさんが日本語上手でしたね。トゥクトゥク一回乗ってみたいよ。そうね、トゥクトゥクね、チェンマイはすごい田舎なんですけどね、うん、ちょくちょく綺麗なコンドミニアムが建ってますね。不思議な感じがしますよね。急にポッと綺麗な建物現れるからびっくりする、ただね、それ以外のところはもうバンクに比べたら超田舎ですね。もう道路とかも、なんか道も細い、土だったり雑だったりねそういう感じですね。ただね、欧米人やっぱ多いですね。ね、バックパッカーとかノマドワーカーが多いんだと思います。はい、見たことないプリングルスだらけですね。やっとチェックインですね。おお、これがチェンマイの景色ですか。いいですね。なんか中庭みたいのもあるな。廊下は広めですね。両サイドに部屋があるんだね。よいしょ。お、入った。おお、いいね、いい部屋だ。素晴らしい。あ、洗濯機もここにありますね。電子レンジもあるし、いいね、いいでしょう。あ、ベッドルーム、あ、ベッドもでかい。あ、リビングとつながってる、これもしかして。あ、つながってるわけじゃないんだ。いいじゃん。あ、で、ここちょっとベランダある。なんか白を基調としたおしゃれルームですね。ふう、やっとね、落ち着きまして、現在のんびりしております。この部屋ね、家賃でいうとね、8万円くらいですね。なかなかチェンマイの中では高い方だと思います。いろんなね、観葉植物とかオブジェ的なものをいろいろ置いてくれてるんですけどね、うたちゃんにとってはもうおもちゃにしか見えないんでね、うたちゃんが噛んじゃったりしちゃうんですよ。だから全部ね、片付けようと思います。あ、うたちゃんおしゃれなのはいいんですけどね、子供にとってはね、危ないんですよね。そこが問題。レンズ触るなよ。あースーちゃん、引き続きのんびりしたいと思いますついてくるうたちゃんもご機嫌ですね楽しい。いっぱい触るものあっていいね。うたちゃん、おはよう。すごい寝たね、3時間ぐらい寝たね。もう9時です。まだ夕ご飯食べておりません。夕ご飯やめろ自分できた多分ね、今2回ぐらいね、配達者が見つからないということでキャンセルになってます。よいしょ。オムライス的なのをね、頼んだんですよ。そしたら配達者見つからんってことでね、キャンセルになって2回ぐらいで、一応他の店でね、のりちゃんがハマったらしくて、カムニャオ、カオニャオ、カオニャオマムマ、マムアンをね、頼んだんですよ。それは先に届きました、なんとデザート先に届きました。ということで、また今ね、パスタ頼んで、別の店で、それ待ってます。キャンセルされないことを祈りますわ。ついでにね、さっきね、ジム行ってきたんですよ。この16階にあるんで。いや、いい感じのジムで、結構人いましたね。欧米人とか、地元の人かわかんないけど、いて。で、プールもすごい綺麗。明日、撮りますわ。で、この部屋のね、もう一つ何が良かったかってね、なんとね、お湯が出たんですよ。前の部屋はね、お湯が出なかったんですけど、今回バスタブがあるってことで
あったかいお湯が出てますね。あ、ちょっと熱いな。こっちのシャワーはね、お湯出ませんでした。ちょろちょろって感じですね。3度目のキャンセルになりました。ありがとうございます。どうしようかな、夕ご飯ね。チェンバイはドライバーさん少ないのかな。少ないし、多分雨降ってたから、もういろんな人が注文してるんだと思う。そう、さっきね、スコール降ったんですよ。そのせいもあるかもしれないですね。うん、やっとですよ、やっと。ねえ、うたちゃん、やっとだね。6回目ぐらいにして、やっとね、ウーバーじゃない。グラブフード注文することができました。割と近くにあったね、リトルイスタンブールっていうお店。うん、まあ、タイフードとかで全然ありません。そこ割と評判良かったんで、注文してみました。私がですね、超シンプルチキンライスですね。体に良さそうなものを頼みましたわ。でやっぱね、タイフードじゃないんでそれなりに高いんですよ。ぬいちゃんの、うわ、でかそう。ぬいちゃんの方がコスパ良さそう。ぬいちゃんのね、チキンケバブ、のりちゃんのが100、あ、俺のが高い、これ139で、のりちゃんのが109、うん、合計249、945円だったよ。日本だったらね、もっと高いね。うん、でも日本だったらこんなの多分200円、200-300円ぐらいでしょ。そんなことない、ね、そんなことないっしょ。うたちゃんは今ね、ご機嫌です。笑ってます。ねえ、うたちゃん。この中に入ってるチキンはさ、りんちゃんのご飯の上のチキンと一緒かもしれない。一緒かもしれない。ちょっと食べてみて、一口ガブッと。いい匂いする。なんか味付けがなんだかわかんないぞ。おかしいね。レタスの味がめっちゃする。いや、俺も食べてみよう、俺のチキンライス。もうちょっとソースあってもいいね。うん、私も食べてみましょう。確かになんかね、味はもうなさそうだね、確かに。ソースとかついてないよね。うん。うん、まあ言いたいことはわかる。ちょっとカレー風味。まあこんなこともありますよ。明日はね、ちゃんと美味しいとこ、自分たちで調べて美味しそうだなって思ったとこ、うん、ちゃんと目星つけてるんで、うん、明日行きますわ。うん。うん、明日はね、カオソーイでしょ。そしてチェンマイホルモン、これ TJ チャンネルさんで紹介してたんで、これは必ず行きたい。明日はね、楽しみが結構待ってます。楽しみ。イエイ。まあ今日はね、疲れてるんで、初日でね、移動がね、移動がやっぱ疲れるんでね、ゆっくり寝たいなと思います。お風呂も入れまして、お風呂はね、ちゃんとあったかいシャワー、やっぱ熱いお風呂って最高ですわ、やっぱね。あ、お、なんだ、味が出てきた。味出てきた。真ん中の方にちょっとソースが溜まってたね。あ、そうなんだ。美味しい。なんかちゃんとなんかマヨネーズっぽいソースみたいな。すいませんでした。美味しかったです。美味しかったです。これもじゃあ真ん中にソース入ってるって。どうかな。それは入ってなさそう。でもまあデザートにね、マンゴー with スティッキーアイスありますから。カオニャオマンムアンだよ。カオニャオマンムアンがありますから、そっちも移していきたいなと思います。うん。オープン。今度は米が下に敷かれてるね。ああ、丼ぶりだ。マンゴー丼だ。これいくらだっけ。60だね。いきます。あ、昨日のよりね、すごい水っぽい感じ。すごい量じゃん。ココナッツミルクの水たまりできた。ハイカロリー。食べて食べて、はい、昨日のよりちょっとなんかサラッとしてるね。ああ、本当だね。何してるんですか。あ、触ろうとした。いただきます。美味しい。美味しい。ママね、相当ハマってるみたい。カオニャオマンマイに。マンマンね。マンマンに。ね、うん、美味しいよね。ふたちゃんも美味しいよね。このなんかマンゴーおかずに米食べてるみたいな、うん、不思議な食べ物だよね。なんか見た目そんな美味しそうじゃないかな、不思議だよね、お弁当ね。世界は広いよね、可能性満ちてるね、うたちゃん。ということでね、今日はね、こんな感じですね。今日の Vlog はこんな感じです。チェンマイ1日目でした。こんな感じの Vlog がね、まだ続くんで、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。どうも元気です。私は先日ファイヤーを達成して、現在は海外移住に向けて準備中の一般男性でございます。皆さん、前半のタイプチ移住 Vlog 見ていただけましたでしょうか。今回からついにですね、チェンマイ編に突入いたしました。チェンマイ編、これから続くかと思いきやですね、割とすぐ体調を崩してしまいまして、あと 1,2 本しかないかもしれませんけど、
まあ、お楽しみください。今回はですね、まあ、チェンマイの街並みとかコンドミニアムの様子とかをねちらっと Vlog で映してるんで、まあ、海外移住興味ある方、タイに興味ある方にとって結構面白いと思いますんで、ぜひねまだ見てないよって方は巻き戻して見てみてください。うん、現在おすすめの無料書籍が2つありますよ。2つ。1つ目がですね、この B コミさんの初めての資産運用ですね。何回か紹介させていただいてますけど、非常に読みやすい厚さでですね、もう1日で読めるくらいですね。長期投資のノウハウとか高配当株投資とか、そこら辺がですね網羅できます。概要欄と固定コメントのリンクから PDF 版は即ゲット、書籍版は数週間後に送られてきます。勧誘メールとかちょっと来ますけど、すぐに配信停止できますんでご安心ください。もう一つがですね、それまた B コミさんの本なんですけども、新しい書籍でデイトレ革命っていう本ですね。まあ私の動画見てくださってる方、デイトレ興味ないかもしれないんですけど、デイトレ興味ない方でも中身見ていただいたらわかるんですけど、板の読み方とかね、銘柄の選び方とか、まあ、株式投資をする上の基礎知識をね学習することができるんで、デイトレ興味ある方はもちろん、デイトレ興味ない方も見る価値はあるのかなと思いますね。まあなんて言ったって無料なんで、これまた概要欄と固定コメントのリンクから簡単にゲットできるんで、この機会をねご活用ください。キャンペーンが終われば、まあ、フリマアプリでね売ればいいんですよ。うん、だからそのぐらいの軽い気持ちでね登録してみてください。うん、早速ね本題に入っていきたいなと思うんですけど、まあ、タイトルはね、送り人はなぜ投資信託ではなく ETF を選ぶのかと、なかなかね攻めたタイトルだと思うんですよ。これはですね、実はこの本に書いてあったんですよね。最近出版されたオケイドンさんの新刊ですよ。タイトルはですね、月20万円の不労所得を手に入れるオケイドン式ほったらかし米国 ETF 入門ですね。まあ、オケイドンさんといったらね、1冊目が割と評判で、それによってファイヤー知ったっていう方はいると思います。その方の2冊目が出たんで買いました。ほったらかしっていう部分ですよね。私がこの引っかかったのは、私の投資スタイルもですね、バイアンドホーチと安眠ポートフォリオと言ってるので、このほったらかしの部分非常に共感できたんですよね。そして帯にはですね、お金の増やし方、投資信託だけでいいと思ってると、オケイドンさんを知ってる方だったらちょっと驚いちゃうんじゃないかってくらい攻めたことを言ってます。うん、まあ本の中でもね、ちょっと攻めた言い方して申し訳ないと言ってるんですけど、この世の中ですね、 ETF ではなくて投資信託で資産運用されてる方結構多いと思うんですよ。なのでこの煽り文句には何か思うところがあるって方結構いると思うんですよ。かくいうね、私はですね、投資信託ではなくて米国 ETF を中心に保有してるんですけど、私がこの米国 ETF を保有している理由とね、この本の中に書かれている理由が非常に似てたというか共感できるものだったので驚きましたね。そもそも皆さん、オケイドンさんってご存知でしょうか。もともとキリンのアイコンだったんですよ。前の本もキリンだったんですよ。でツイッターのアイコンもキリンでした。この本を出すと同時にですね、人間になったんですよ。清潔感のあふれる方になりましたね。現在はですね、ブログ、オケイドンの適温生活と投資日記を運営しながらですね、ウェブメディアで連載を持つなど活躍している方ですね。ツイッターもですね、フォロワーが6万人以上いるんですよ。インフルエンサーですよ、いわゆる。私もフォローしていつもね参考にしてます。そして嬉しいことにですね、なんとオケイドンさんからフォローいただいてるんですよ。私も今のは非常にどうでもいい情報だったんですけどね。うん。オケイドンさんは現在48歳ですね。2020年の秋に47歳の時ですね、個別株や米国 ETF への投資によって資産1億円を築いて、新卒以来約25年間勤めた会社を退職して、そしてファイヤーを達成された方なんですよ。日本においてファイヤーの先駆けと言ってもいいかもしれないですね。かなり早い段階でファイヤーを実現させてたという印象ですね。そして投資歴はなんとね、23年ということで、25歳くらいから始めてるっていうことなんですよね。非常に長いんです。この本はですね、米国 ETF を推奨してるんですけど、米国 ETF のいいところだけではなくて、ちゃんとね、悪いところも含めて詳細に書いているんで、読み終わる頃にはですね、自分に合うのはどっちなのか、 ETF なのか投資信託なのか、それとも両方持つべきなのかみたいなところは判断できるようになっていると思います。最初のね、1、2章読むだけでも十分に詳しく書かれているんで、まあ、今回はですね、特に1章を中心として、まあ、なぜ送り人は投資信託ではなく ETF を選ぶのかについてね、紹介したいなと思います。うん。そもそもね、この本で推奨しているのは米国 ETF なんですよ。
米国株なんですよね。日本株じゃないんですよ。なんで日本株じゃなくて米国株に投資するのかっていうと、この本の中に主な理由は、ね、3つ書かれてます。1つがですね、米国企業っていうのは株主還元意識が高いっていうことですね。株主還元っていうのは、企業が事業で稼いだ利益を株主にお返しすることですね。お返しする方法は主に3つありまして、1つが株価の成長ですね。株価成長すれば株を売却することによって株主の利益になりますと。で、2つ目が自社株買いと、企業が自社の株を買うことで、まあ、株価が上がる、または下落を防ぐってやり方。そして配当を増やすですね。その企業の株を持っている限り定期的に配当金という形でお金がもらえるっていうことになります。米国の企業っていうのはですね、まあ、こうしたやり方で株主に還元するっていう意識が日本の企業よりね、ずっと高いって言われてるんですよ。連続増配企業とかのリストを見ても日本の企業とはもう断地ですね。ぜひね、見てみてください。2つ目がですね、米ドルベースの資産を持つことでインフレヘッジとなるっていうことですね。通常の日本人っていうのはですね、日本円でお給料をもらって日本円で預金をしていると思います。ただですね、資産が全て日本円ってことは、まさにこういう時、インフレとか急激の円安の時に困るんですよね。一方ね、米国に投資してる人っていうのは米ドルベースで資産を持つことになるんで、そういう時にヘッジになるんですよ。ドル円が1年前がですね、109円だったんですよ。ただたった1年で今133円ですよ。日本円がね、 21% もこの1年で安くなってるんですよね。資産を全て円で持ってる人っていうのは、自分は気づいてないかもしれない。ただ相対的に 21% 自分の資産が目減りしてるっていうことなんですよね。で、3つ目の理由がですね、米国株っていうのは歴史的に成長してきたっていうことですね。これはもう有名な話ですよ。こちらはですね、本の中にあったグラフをですね、ちょっとお借りしてるんですけど、日本と米国の株価を比較している30年のチャートですと。この右肩上がりになってるのが、もちろんね、米国ですね。最も有名な株価の指数 S&P500 ですね。そしてこの横にうねうねと伸びているのが日経平均株価ですと。ご覧の通りね、アメリカの S&P500 っていうのは、まあ、数々の暴落を経験してきてます、過去。この図の中だけでも、IT バブル崩壊とか、リーマンショック、そしてこの前のコロナショック。いろんなね、暴落を経験してるんですけど、その都度ね、乗り越えて右肩上がりに成長してきてるんですよ。まあ、素直にね、その波に乗りませんかっていうことですよね。実際にね、私も S&P500 メインに保有してるんですけど、今年入ってね、なんだかんだ、まあ、含み益5、600万くらい言ってますね。ありがたいですよ。まあ、そもそも米国 ETF って、まあ、最初に説明すべきだったかな。米国 ETF は何かっていうと、これはですね、米国市場に上場している投資信託のことを言うんですよ。逆に最近流行している EMAX SLIM とか低コストの投資信託っていうのは、こう上場してない通常の投資信託ですね。上場してるかしてないかで ETF って呼ぶか投資信託って呼ぶか変わるってことですね。まあ、世間ではですね、 S&P500 とか全米株式とか全世界株式を指数とする投資信託が非常に人気ですね。まあ、この他にもね、 ETF と投資信託の違いって挙げればたくさんあるんですけど、まあ、ここで説明しだすとめちゃくちゃ長くなっちゃうんで、そこはちょっと割愛します。で、早速ね、なんで投資信託じゃなくて米国 ETF に投資するのかと、そういうことですよね。大きな理由がですね、 ETF っていうのは分配金があるんで出口戦略が不要っていうことですよ。まあ、出口戦略って言われるとね、あんまりピンとくる人いないんじゃないかなと思いますね。とりあえず資産を増やしたい、売る時のことを考えてないよっていう方結構いると思います。確かにね、先日した投資信託っていうのは分配金をできるだけ出さずにね、効率的に運用を目指しているんで、資産を増やすっていう観点だと非常にいいんですよ。しかしですね、オケイドンさんは現在投資信託っていうのは保有せずに ETF を中心にこう持ってますと。で、その理由がさっきも言った出口戦略っていうものを明確に描いているからですね。本の中に書いてあるこのオケイドンさんの60歳時点の目標がですね、年間配当金額240万と税引き後で、そしてその配当を生んでくれる投資額1億5000万っていうのが目標なんですよ。これだけあれば月額20万円の自分年金っていうのが可能になるんですよね。これを実現するためには高配当もしくは増配を続けている個別株もしくは分配金をもらえる ETF っていうのを持っておく必要があるんですよ。ただね、この目標を実現するために投資信託だとなかなか難しいんですよ。投資信託を積み立ててほったらかしておくと、まあ、お金がね増えていくっていうのはまあ有名な話なんですけど、
投資信託でもね、いずれ出口戦略っていうのは必ず必要になるんですよ。今は関係ないかもしれないですけど、いずれ必ず直面する問題ですよと。出口戦略って、まあ、つまりは取り崩し、まあ、売却をそれをしなきゃいけないよっていうことなんですよね。さっきも言ったように投資信託っていうのは非常にね、資産を増やすっていう意味では効率的なんですよ。これなんでかっていうと、分配金出さずに投資信託の中で自動的に再投資してくれるんですよね。でしかもその際に日本で引かれるはずの税金 20.315% が引かれないんですよ。だから税金の面でも非常に有利なんですよね。ただオケイドンさんが言っているここでのね、問題っていうのは、老後に毎月投資信託を取り崩し続けられるかどうかっていうことなんですよ。どういうことかっていうと、まあおそらくね、大勢の人は60歳とか65歳、まあその辺で定年退職した後に生活費のためにね、これまで積み立ててきた投資信託を毎月なのかわかんないですけど取り崩していくつもりだと思うんですけど、一体それは本当に可能でしょうかと。退職後にね、2020年のコロナショックのような暴落が来た場合、リーマンショックマイナス 52.6% のボラが来た場合、冷静に取り崩せますかと。実はですね、投資っていうのは買う時よりも売る時の方が非常に難しいんですよ。これに関しては私もね、もう全くの同意見ですね。私はですね、2021年の本当イケイケの上昇相場の時にファイアを達成したんですね。これからファイア達成して 4% ルール、ファイアといったら 4% ルールですよね。トリニティスタディ提唱した 4% ずつ取り崩していけば資産は30年も40年もそこを尽きないよって、あのルールですよ、うん、それを適用して自分が積み立ててきたインデックスファンドを取り崩していこうと思っていました、私も。ただ2022年に入って米国金利の上昇とかね、地政学リスクなどの要因がいろいろ重なったじゃないですか。まあ今もいろいろ起きてますよ。そして相場が不安定になって、結局ね、去年積み上げた含み益っていうのはあっという間に私吹っ飛んだんですよ。で、私思いました。こんな時にですね、冷静に資産をね、取り崩していくのはめちゃくちゃ難しいというか、ほぼ不可能に近いなって私はね、気づいたんですよ。それと同時に、実は分配金のありがたみっていうのも知ることができたんですよね。私のポートフォリオ、まあ動画見てくださってる方はわかると思うんですけど、インデックスと高配当株銘柄両方に投資してるんでね、一応インデックス投資取り崩そうと思ったんですけど、私の保有している高配当株からちゃんとね、分配金もいただいてたんですよ、今年ね。そこでね、いろいろ助けられました。分配金はね、私の優れた精神安定剤みたいなのになってるんですよ。これ本当ですからね。最近ね、ファイヤー済みの方とか、ファイヤーもうすぐ達成されるよって方に、まあお会いする機会が結構多いんですけど、まあ実際にね、生活費のために取り崩してる人見たことないですね。やっぱり難しいって言ってる方多いです。理論的にはね、可能なんですよ。高配当株投資敬遠されてる方は自分だったらできるって思ってるかもしれないですけど、まあいざやってみるとやっぱ違うよってことなんですよね。そしてオケイドンさん曰くね、精神的な話だけではないと言ってるんですよね。定年退職してから人生っていうのはまだまだ続くんですよ。人生100年時代って言うじゃないですか。だから20年30年と続くわけですよ。その中で適宜資産を取り崩し続ける自信がありますかっていうことなんですよね。そもそも毎月売るのか、それとも1年に1回なのか、毎月売るとしても売りたい月に基準価格が下がっていた場合どうするのかっていうのを老後に判断できますかっていうことですよ。出口戦略っていうのは本当にそこまで考える必要があると、オケイドンさんは言ってます。こちらの図はですね、実際に投資信託に資産2000万円投資していたとして、60歳から100歳までの老後40年間運用しながら取り崩していった場合に、資産がそこをつくまで毎月いくら受け取れるかっていうのをシミュレーションしたものになります。利回り 1% で取り崩した場合っていうのは受け取れる額は5万円と、 3% なら7万1000円と。これだけだとね、正直不安じゃないですか。年金が別にあったとしてもこれだけで生きていけますかっていう話ですよね。不安な方多いと思います。そして年率が 6% 以上で取り崩すと、まあ、やっとね、11万円と2桁になるんですけど、6% っていうのはだいぶ楽観的に見積もってますよね。資産運用されてる方だったらわかると思います。4% ルールでも結構ギリギリだって言われてますからね。日本だと税金とかいろいろ込み考えると3.5ぐらいって言われてるぐらいですから、6% ってかなりきついんですよ。定年退職後すぐは、まあ、2000万円残高があるわけですから、まだまだ精神的にはね、安心かもしれないんですけど、まあ、だんだん取り崩していって、意外とちょっと不安定な相場が続いて、資産残高が残り500万円とかになった時に、まだ70歳とかだったら、
どうすんのって話ですよ。うちの父親もう74とか5ぐらいですけど、まだまだ全然元気ですよ。毎月山登り行ってますし、まあ、旅行も行ける時に行ってますし、飲みに行ったりもしますよ、もちろん。そのぐらい元気なのに、残り500万とかになったらやばいって思いませんか？ただ、働くのはちょっと厳しいなとか思いますよね。そう考えると、ちょっと恐怖心芽生えませんか？うん、私はね、ちょっと怖いなと思っちゃいます。ただですね、ETF 投資して毎月とか、まあ、四半期でも何でもいいですけど、分配金を得ることができれば、そういった取り崩しの悩みからは解放されるんですね。もしもね、分配金の範囲内で生活を続けることができれば、自分で売却する必要ないんですよ。まあ、私もね、今年間配当、まあ、ざっと400とか500ぐらい見込んでますけど、今年。もちろんね、全然今のところその範囲内で生活できますから。まあ、できなくても私は YouTube ありますけど、かなり楽なんですよね。ほったらかしできます。これがですね、投資信託じゃなくて、米国 ETF を使って資産運用するメリットなんですよね。うん、ちなみにオケイドンさんはですね、高齢になって判断が鈍る前に少しずつ ETF に切り替えて、最終的にはね、ほぼ全ての資産を ETF にする予定だと書いてます、この中に。まあ、ちなみに私はもうほとんど ETF にしてますね。まあ、投資信託はNISA とかその辺で買ってますね。まあ、投資信託の自動取り崩しとかもあるじゃないかと思うかもしれないですけど、自動取り崩しっていうのは、まあ、取り崩しと一緒ですから、言ってみれば自分が年取ってきた時にですね、取り崩しの割合とか口数の変更っていうのを臨機応変にできるかっていうことですよね。難しいと思います。うん、80代になってそれが正確に判断できる自信がないと保健堂さんは言ってます。で、あと ETF の方がいい理由っていうのが、銘柄のバリエーションが多いんですね。例えばですね、 VIG 好きな人多いですよね。 VIG 私は持ってないんですけどね、これは投資信託にはないんじゃないですかね。米国株の中でも増配を続けている株ばかりが詰まったETF です。増配株っていうのは企業の成長を前提に配当を増やしてるんで、配当ももらえるし株価の成長も期待できるんですよ。 VIG は今配当利回りそんなに高くないかもしれないですけど、増配率でシミュレーションすると10年後20年後30年後には多分もらえる配当は数倍とかになると思います。だからキャピタルゲインもインカムゲインも両方得られる可能性があるっていうね、素晴らしい ETF ですよね。まあ、VYM みたいなもんですよ。もう一つは VHT ですね。ヴァンガード、米国ヘルスケアセクター ETF です。過去に私の動画でも紹介しましたね。不況に強いんですよ。米国のヘルスケアセクターに分散投資できる ETF です。こちらもですね、分配金超高いってわけじゃないんですけど、まあ安定的にもらえます。さらに値上がり益も十分に期待できるんですよね。S&P500 を時期によっては超えるパフォーマンスを叩き出してる ETF ですね。こういった銘柄が ETF にあるんで非常におすすめだと言ってます。じゃあ個別株はどうなのってことですよね。個別株もは分配金出るしいいんじゃないのっていうと、個別株って非常にめんどくさいんですよ。まず銘柄選び大変ですよね。自分の欲しいセクターがあったとして、セクターの中にいろんな銘柄ありますから、その中で一つ選ぶっていうのは非常に難しいんですよ。そして購入した後もね、ほったらかしってなかなかできないんですよね。メンテナンスが絶対に必要になります。もちろんね、リスク分散のために一つの銘柄だけを買うっていうのはありえないじゃないですか。いろんな銘柄をこう分散投資する必要があると思うんで、まあ、その数の分だけいろいろメンテナンスが必要になります。そして決算のたびにその都度ねチェックしなくちゃいけませんし、株価が下落した場合はなんで下落したのかっていうのも調査しないといけませんと。で、しかも米国株の場合はですね、もちろん英語の資料っていうのを読み解かなければならないんで、かなりね時間を要すると思います。それまとめて忙しい会社員ができますかっていう話ですよ。私はできませんでした。私もかつてね、いろんな個別株持ってましたよ。ただね、やっぱり振り回されます。で、相場開くの夜なんで、アメリカの場合ね、やっぱチャートとか気になっちゃいますし、売るべきか買うべきかっていうのをいちいち判断しなきゃいけないんで、かなりねそっちに時間取られちゃうんですよ。私は別にね投資好きですけど、そこまで時間を取られたくないんですよね。私が目指してるのは安眠ポートフォリオなんで、放置できるくらいのポートフォリオを築いて、空いた時間で自分の好きなことをしたいっていうタイプなんで、だから個別株向いてないなと思って私はもう ETF に切り替えました。ETF ならですね、分散も勝手にできますし、もうリバランスも勝手にやってくれますから、買ったらもう長期で保有するだけでいいんですよ。決算チェックとかももちろんいりません。私もしてません。そして原則として分配金ももらえるんで、出口戦略も考える必要はないと。そういったことなんですよね。まとめるとですね、米国 ETF に投資した方がいい理由っていうのはですね、まず株主還元、米国企業っていうのは株主還元意識が高いと。そして米ドルベースの資産を持つことはインフレヘッジとなる
ていうことと、米国株は歴史的に右肩上がりに成長してきている。そして ETF は分配金があるんで出口戦略がいらないということ。そして投資信託よりも ETF の方が銘柄の数が豊富と。そして ETF1 本に投資するだけで分散投資になると。 ETF なら取り崩すための判断っていうのが不要で老後も安心、ほったらかし投資が可能と、誰にでもできると、そういうことなんですよね。この他にもですね、この書籍の中でオケイドンさんのね、最新のポートフォリオっていうの全て公開されてますと。今んとこね、個別株とか含めてかなり持ってますね。まあ、どういったポートフォリオで年間配当、現在がですね160万だったかな、税引きぐらい、それを実現してるのかって分かる、すごい参考になると思います。ぜひね、買ってみてください。概要欄に、ね、リンクありますよ。お金の増やし方、投資信託だけでいいと思ってるって帯で煽ってますけども、実はですね、投資信託をしてる人を否定するわけではないと、ちゃんとね記されてます、本の中で。もう資産運用してるだけで十分なんだと、本当はね。ただまあ本を読んでほしいっていう理由で、まあちょっとね苦渋の選択なんですよ。では逆にね、投資信託の方が向いてるんじゃないかっていう人も一応書かれてます。それはですね、まあ、さっきもちらっと言いましたけど、お金を増やすっていうことだけが目的の人ですね。それは投資信託の方が効率的です。もちろんね、投資信託といっても何でもいいわけじゃありませんよ。積み立て NISA とかイデコとかで買える低コストなファンドですよ。 EMAX SLIM の S&P500 とか全米株式とか、そういったものですね。このような投資信託っていうのは資産形成の効率重視で分配金を払わないケースが多いんですよね。で、分配金が出たら投資家に支払うことなく自動的に投資元本に上乗せして運用してくれるんですよ。 ETF の場合はですね、定期的に支払われるんで、分配金が、それを自分で証券会社のサイトを操作して再投資しなきゃいけないんですよ。そうすることで同様の複利運用ができるんですよ。ただこのもう一度自分で再投資するって手間ね、これかかるし、1回分の分配金だけだとその ETF の最低購入単価届かないことがよくあります。例えば僕が好きで持ってる VOO とかは1株が4万円くらいするんで、だから4万円分の分配金がないと買えないわけですよ。 VOO は年に2回払われるんで、分配金が、そう計算すると多分600万くらい持ってないと1回の分配金で再投資できないってことになるんですよね。そしてなんといってもね、税金ですね。ETF っていうのは分配金を受け取った時点で税金取られるんですよ。これがね、また効率が悪いって言われてる理由の一つで、特に米国 ETF の場合、分配金がまずアメリカで 10% 取られますと、現地で。で、取られた分に対して日本で 20.315% 引かれるんで、まあ、合計約 28% くらい引かれるんですよね。めちゃくちゃ大きいんですよ。ただ投資信託の場合、まあ、現地の 10% はファンド内で引かれるんですけど、日本で引かれるべき 20.315% は引かれずに再投資に回るんで非常に有利なんですよね。例えばですけど、毎年 5% ずつ基準価格が上昇したとして、年率 3% の分配金が発生する ETF と投資信託に100万円ずつ投資して10年間保有した場合っていうのをシミュレーションしてあるんですけど、この本の中で 3% の分配金を自動的に再投資してくれる投資信託の場合は10年後に162万380円まで増えるんですよ。一方ね、ETF の場合は10年後の運用資産というのが125万4847円になって、税引き後の分配金の総額が26万1759円になるんで、それを合計すると151万6606円になるんで、トータルで考えるとですね、投資信託の方が11万1699円も資産の増加額が大きいんですよ。でしかもその間 ETF っていうのは自分で分配金を再投資とかしなきゃいけないんで、結構手間もかかりますということで、やっぱりね、資産を増やすっていう観点だと投資信託の方が非常に効率的なんですよね。とりあえず資産を増やしたいっていう人にとっては投資信託の方が向いてるんですよね。ただ、さっきも言ったように出口戦略ね、自分が資産を増やした後どう取り崩していくか、どう生活していくかっていうところまでイメージしてシミュレーションしている人にとっては、もしかしたら ETF の方が楽なんじゃないのかなっていうことなんですよね、この本で言ってるのは。ということですね、今回の内容は。この本はですね、今回紹介した内容の他にも、もう初めの一本何買えばいいのかとか、おすすめの米国 ETF の、まあ、リストみたいなのも結構詳しく書かれていて、非常に充実してます。ぜひね、読んでみてください。米国株で資産運用を始めてる方にとっては、かなりね、参考になることばっかり書いてます。概要欄からね、簡単に買えるんで、読んでみてください。ということで、今回はそのぐらいですね。ちょっと長くなりましたけど、さよなら。
最近巷で話題になっている誰でも簡単に5000円をゲットできる方法っていうのを今回ね試したいなと思います。私今回この動画の中で一緒にやりますので、それに沿って一緒にやっていただければ簡単に手に入るはずです。その方法はですね、 LINEFX を使うんですね。現在 LINEFX が新規口座開設&1取引で最大5000円プレゼントキャンペーンやってるんですよ。正直私 FX やってません。興味ないです。長期投資家なんで。ただ噂によるとですね、 FX 興味なくても5000円手に入れるらしいんで、今回やっていきたいなと思います。この動画見ていただいている方、 FX ほとんど興味ないと思うんですけど、ぜひ一緒にやってみましょう。概要欄と固定コメントのリンクから口座開設できるんで、やってみてください。まずね、概要欄と固定コメントのリンククリックするとこういう画面開くと思います。早速ね、この最短3分でできる無料口座開設はこちらっていうボタンをね押してみましょう。そうするとね、 LINE のアプリが開くと思います。そして LINE アカウントでログインっていうボタンを押します。 LINE 証券口座の情報で口座を開設しますと。で、まあいろいろ読んで同意するして OK と、必要事項を確認。氏名、住所、変更ありませんか？はい。金融商品取引業者を務めてません。10万円以上の投資資金をお持ちですか？はい。FX の投資方針を選択してください。まあ、これは適当でいいですね、きっと。お得な情報を受け取りません。OK。暗証番号を入力してください。これは見せれないですね。カットしましょう。口座開設の申し込みを受け付けました。これだけ。本人確認書類とかいらないんですね。LINE のアカウントを持ってれば口座開設簡単にできるんですよ。ということで2営業日ほどここで待ちますあれから1日が経ちました。たった1日でできるんですね。 LINE が来たんですよ。口座開設されましたよって。早速ね、取引開始手続きに進んでいきたいなと思います。開始手続きへ。お申し込みの経緯をお選びください。ウェブ広告、比較サイトを見て、まあ何でもいいですわ。現在の年収をお選びください。これはちょっと秘密にしましょう。現在の金融資産額をお選びください。これも一応隠します現在の想定運用金額をお選びください。これも一応隠しましょう。海外から送金された資金を投資しますか？いいえ。証拠金取引のご経験をお選びください。このぐらい適当に OK。 今後 LINEFX 公式アカウントよりお得な情報をお届けします。受け取らない。今のところ簡単ですね。暗証番号を入力してください。昨日決めたやつかな。あ、合ってましたね。この画面開きましたか皆さん。そうするとですね、 LINEFX アプリダウンロードしましょうって出るんで、これを落とすんですね、きっとね。落としましょう。 LINEFX 入手中。 LINEFX のアプリ落としたら開いてみてください。開くとですね、こういう画面が表示されると思います。この中でですね、一番安いのを選ぶんですよ。そうすると必要投資金額が1万円以内、5000円とかで済むっていう噂を聞きましたね。まだログインしてないから、ログインして FX 取引始める。ログインしましょう、先にね。ログインして何かを許可する。許可できた？できたね。で、戻る。暗証番号入れる。で、先にお金を入れましょう。ここまで来たらね、入金かな。入金、また暗証番号入れる。クイック入金ですね。クイック入金しましょう。で、まあ自分の銀行から適当に1万円、100,000万、1万円入金しましょう。入金完了しました。皆さんできましたか、ここまで。まあ皆さんはおのおの自分の銀行から入金してください。そうするとですね、利用可能金額1万円って入りましたね。で、取引アプリを起動すると、そうすると証拠金状況とか、あ、証拠金状況を見ると利用可能金額1万円ってなってますね。で、5000円手に入れるにはですね、私が見た人はですね、メキシコの通貨でやってました。すごい安いみたいですね。で、クリックして最初はじゃあ同意するを押すんですね。これ同意するで、で、この注文数量をかける1万にするんですね。かける1000にすると1000円しか手に入りません。ここ1万円にしますと。で、今 6.69 でしょ。 6.69 のかける1万だから本当は66,900円ぐらいが必要なんですけど、25倍のレバレッジをかけれるんで、割る25で2000、まあ、大体600とか700円くらいあれば5000円手に入るってことなんですよ。うん、注文数量1でしょ。で、まあこの辺はまあいいとして、で、この赤いとこね、左がね、青が買いだと思ったらこれ売りなんでね、気をつけてください。赤いとこ押すんですよ。そうするとご注文受け付けましたってなるでしょ。いいの、これで多分買えたんですね。で、マイナス30とかなってるけど、まあこれで取引したい人はまあなんかやってください。でも僕は
ただ5000円だけ欲しいだけなんで、もうすぐ売っちゃいます。買い立て一括決済、これですね。そうすると買い立て玉をすべて決済します。全決済を実行しますか、概算損益総合計マイナス30円。まあまあこのぐらい損してもいいでしょう。はい、できました。そうすると注文紹介とか押すと、はい、まだ反映されてません。これが、あ、約定紹介かな。約定紹介を見ると、買って売ってっていうのは履歴出てますね。でマイナス20円損してます。でもこれで5000入るんですよ。だからマイナス20円で4980円ってことかな。近々振り込まれると思います、これで。ただこれ今マイナス20円損してるんで4980円かな、実質プラスになるのが。そんな感じですね。めちゃくちゃ簡単です。うん、皆さんできましたか。で振り込まれたらまた振り込まれた時に動画撮ってくっつけて出し直しますね。以上ですね。超簡単ですね。うん、これが誰でも簡単に5000円を手に入れる方法です。うん、それでは皆さん、さよなら。